フリードリヒ・ホン・プロイセンは、プロイセン王国の王族。全名は、フリードリヒ・ゲオルク・ビルヘルム・クリストフ。最後のドイツ皇太子、ビルヘルムの4男で、ビルヘルム2世の孫の一人。フリードリヒは1911年12月19日に、ベルリンで、ビルヘルムとメクレンブルク・シュベリン大抗、フリードリヒ・フランツ3世の娘、ゼツ,ツイリエの間に第4子として生まれた。 1918年のドイツ革命で皇族としての地位を失い、1936年にはイギリスに渡った。第二次世界大戦が勃発すると拘束され、カナダへ移送されたが、王太後、メアリーの取りなしによって、イギリスへ戻った。1945年7月30日に、第二代アイバー伯爵ルパートギネスの娘、ブリジット・キャサリン・デーチェルギネスと結婚し、 三男次女を設けた。次女のアントニアは、第九代ウェリントン公爵チャールズ・ウェルズリーの妻となっている。フリードリヒは、イングランドのハートフォードシャーで暮らしたが、ラインハルツハウゼン城の所有者として、時折、ドイツを訪れていた。そして1966年4月20日、そのラインハルツハウゼン城で死去した。ありがとうございます。